高知市にある森本整形外科、一見普通の病院なんですが、もう一つの顔があるんです。行ってみましょう。高知市朝倉本町にある森本整形外科内科、院長の森本哲夫さん78歳です。でこれ硬いですよね。ここは私がいつも普段診察してるところですけど、あ、診察室ですけど、あら、すごい。これは、あれ、これって一番新しいユニフォームじゃないですか。そうですね、これはカタールのワールドカップですね。これはその前のロシアの時ですね。診察室の壁にあったのがサッカー日本代表のユニフォーム。飾られていたのは2022年のカタールワールドカップのもので、少し分かりづらいですが、代表全選手の直筆サイン入りです。他にも診察室内にはサッカーファンにはたまらない様々なコレクションが飾られています。実は森本さんはサッカー日本代表の元チームドクター。 J リーグが発足した1993年より前の1980年から1996年まで20年近く代表チームに帯同しました。2階建ての院内には廊下の壁や棚の上など至る所に当時の代表メンバーや今も現役の有名選手などのサインやユニフォームが展示されています。病院のもう一つの顔がサッカーミュージアムなんです。森本さんに院内を案内してもらいました。でこれはですね、誰だと分かります？この選手ですか？そうです。昔は水を飲んじゃいけないんですよ、はいはい、そういう時代にたまたまマラドーナが水を飲んでたって。え、マラドーナですか？そう、マラドーナです。1階の廊下の壁には元アルゼンチン代表ディエゴ・マラドーナの直筆サインが飾られていました。1987年日本と南米の選抜メンバーの試合後にマラドーナからスタッフ含め全員にサインが送られたということです。次に案内された部屋には、うわ、すごい、ユニフォームですか、これは。そうです。で、レントゲン室って本当はね、殺風景で周り壁は何も飾らないんですけど、これはもったいないということで、私しまってあったやつをまあ出してきたという。レントゲン室の壁にもたくさんのユニフォームが並びます。その中でも特に貴重だというのが、この部屋の一番のお宝とかあるんですか？宝はここ、はい、ここです。1990年の時の日本代表のユニフォームで、赤は初めてで最初で最後みたいですね。一応日本に2着じゃなくて1着はここにあるんで。日本に2着しかないんですか？そうです。現在の日本代表のユニフォームはサムライブルーと呼ばれる青が基本ですが、1990年イタリアワールドカップ予選で着用したのがこちらの赤いユニフォーム。国内で2着しか確認されていないという貴重なアイテムです。2階のリハビリルームに行ってみると、こちらにも様々なアイテムが展示されていました。サインだらけのユニフォームが並んでますね。高知県でキャンプしているチームです。セレッソとか。すごい。院内に並ぶユニフォーム、写真、サインなどのアイテムはおよそ500点。中には診療より展示物に気を取られてしまう患者もいるそうです。その私が長くちょっとサッカー関係のそういうチームドクターやってたので、たまたまそういうのを残しておいたのが良かったんじゃないかと思うんですよ。皆さんも驚きの表情されます。飾るっていうのはやっぱり、ね、もう変な話ですけど、やはりしまったままになるんですよ。多分二度と出てこないと思うんですよ。それじゃやっぱりね、非常にもったいないので、やはり皆さん見てもらおうということで、そういう目的で一応展示したいということですね。森本さんは中学2年から大学までサッカー部に所属していて、順天堂大学医学部を卒業後、医師として働きながら
名門古川電工サッカー部のチームドクターとして活躍しました。2000年に父親の院を譲り受ける形で今の病院を開業、高知初の女子サッカーチームを設立するなど県内のサッカーの普及活動に尽力していて、現在も高知ユナイテッド SC のチームドクターを務めています。ユナイテッドは JFL で7勝2敗と現在首位、悲願の県内初の J リーグ昇格を目指していて、森本さんも期待を寄せています。目標はまずその J リーグ、やっぱりチームができてもらわないといけないん で、できるだけ、まあ年齢少し年取ってきましたけど、できるだけそういう現場に行って選手のためにと、でまあ結果的に高知県にそういう J リーグができたらいいなというね、自由にこうパッとこう散歩がてでも試合に行くと、まあそれが普通になってくれば一番いいかなと思います。最後に案内してくれた一番奥の部屋には県内のサッカーチームのユニフォームが飾られていました。県内チームの躍進によってこのミュージアムにも新たな1ページが刻まれるかもしれません。